毎度ハチです、今回はですね、週末に有馬記念がありますんで、特別に一本動画を上げさせてもらいました。今回の動画は有馬記念について基本的なデータを中心にお話しできればと思います。ほんまに歴史があって、一流馬が揃うレースなんで、普段競馬をせん人でも有馬記念はやるとか、宝くじの代わりに有馬記念でこの1年を締めくくるんやって人もいるんやないかなと思います。ってことで、競馬は初心者とか普段あんまりやらへんけど、でもせっかくやしやってみたいって人にも気軽に見れるようにしてます。この動画を見ていただいたら、競馬のことようわからんくても、有馬記念はな、枠が大事やねんとか、菊花賞からの臨戦組は注目やけど落とし穴あんねんでとか、めっちゃ知ってる感じで喋れるようになると思いますんで、もしもっと深い話をされたら、その時は適当に合わせておいてください。もちろん他にも普段から競馬やってるよって方も改めておさらいできるようにはしてますんで、ぜひ。ということで始めさせていただきます。今回の動画の流れは、こんな感じで進めさせていただきます。で、まず、初歩的なとこから、中山競馬場はどこにあるんやってことで、千葉県船橋市にあるんですけど、東京からもだいぶ近いですね。で、この中山競馬場ってのは他の競馬場に比べるとトリッキーなコースと言われてて、さらにこの有馬記念の 2500m ってのは特にトリッキーやと言われてます。スタート地点はこの、3コーナー付近、1コーナー、2コーナー、3コーナー、4コーナー、この3コーナー付近からスタートして、すぐこの3コーナーのここで内回りにこうスッと入っていって、一周してこうゴールと、そんな感じのコースなんですけども、順番に言いますと、スタートしてすぐ約 200m のところで最初のコーナーが来ますんで、こう馬の隊列、隊列っていうとこう、順番に、逃げ馬、先行馬、差し追い込み馬ってこう順番にこう縦長になると思うんですけど、その隊列が決まるまでここで先行争いが激しくなったりもします。で、そのままスタンド前、こっちがスタンドなんですけど、このスタンド前に、約 2.2m、この辺ですね、この辺約 2.2m の、急坂があるんですけども、その急坂を、登っていって、一旦ゴール板を過ぎて、向こう正面に行きます。向こう正面目がけていくんですけど、この辺1コーナーの途中からこう下っていく形になります。で、そのまままたぐるーっと一周回ってきて、最後またもう一回、2.2m の急坂を登って、最後ゴールと、そんな感じのコースになってるんですけども、コーナーを何回も回り続けるんで、外を回り続けると距離ロスが発生するんで、基本的には内枠が有利とされてます。他の東京、阪神、外回り、阪神外回り、京都競馬場に比べるとこのトラックが小さいんですね。で、その割には独特の急坂もあるんで、タフさも求められると、馬の操縦性と騎手の戦術が求められる難解なコースってことですね。ちなみに競走馬の走る速さってのは、時速約60キロくらいなんで、60キロのバイクで坂を登ったり下ったりする、小回りの円を走るイメージをすれば分かりやすいんじゃないかなと思います。そう思うとめっちゃ難しいですよね。しかも馬っていうのは、バイクみたいにアクセル、ブレーキって機械的には動いてくれないんで、
まあ、有馬記念っていうのはそんな難解なコースで行われます。次にこういった馬が好走しているというデータを紹介します。前にも言うたんですけど、まあ、俺は YouTube とか競馬新聞、ネットブログとかあらゆるデータをこうかき集めてて、これは強いデータって思えるものを、厳選して紹介します。まあ、競馬はこのデータとかを見ながら予想していくことが多いんで、ぜひ参考にしてください。で、そのデータがこちらです。上から、1番、過去10年一番人気の馬が6112、三着内率 80%、まあ、この有馬記念は比較的一番人気が強いと、まあ、信頼度が高いってことですね。それだけ、まあ、これだけ強い人気な馬が集まるレースなんで、その中で人気した馬っていうのはやっぱりそのまんま信頼はできるっていう証なのかなと思うんですけど、続いて2番、過去10年6歳以上の馬が00134、三着内率 2.9% で、これは、まあ、比較的若い馬が好走しやすい、まあ、タフさが求められるレースなんで、ちょっと、まあ、年配の馬には厳しいコースなんじゃないかなっていうことが考えられますね。続いて3番、過去10年3着以内馬30頭中28頭は JRA の G1 で3着以内の経験ありで、経験がなかった馬が11049、三着内率 3.9% で、これはまあこれもシンプルに強い馬が集まるレースなんで、まあ、今まで JRA の G1 で3着内ぐらいにやっぱり好走してこないとここでは勝負にならんのじゃないかなっていう感じですね。で、4番目、過去5年、すいません、ちょっとこれ集まりにくかったんで、過去5年ですここから、前走8着以下の馬が01026、三着内率 3.7% と、まあ、続いて5番、過去5年前走6番人気以下が01030、三着内率 3.2% で、この2つに関しては、まあ、これもさっきの内容と一緒で、今回もまあこの有馬記念っていうのもかなり大きいレースなんで、やっぱそれなりの人気を前走でやっぱり人気してないといけないし、まあ馬も調子もあるんですけど、やっぱり8着以下大きく負けてはいけない、それはやっぱり大きいレースやからっていう意味なんじゃないかなというふうに思いますね。で、最後に過去5年関東騎手が10022、三着内率 4.3% で、これに関してはちょっと個人の感想入りますけど、もちろん武豊騎手、川田騎手、福永騎手で、まあ外国人騎手の、まあ、ルメール騎手、デムーロ騎手とか、まあその辺が全部いわゆる関西騎手なんですよね。で、そういう、まあ、いわゆる今比較的トップジョッキーがほとんどがその関西の騎手が多いんで、関東の騎手が悪いんじゃなくて関西の騎手が成績がいいっていう裏返しやと思うんですけど、ただ今の競馬界確かに G1 で結果を残してるのは比較的関西の騎手が多い、いわゆる立東所属の騎手が多いと、まあそれは結果からはちょっと否めないとこがあるんじゃないかなとは思います。で、プラスその他強力データっていうことで、過去10年前走菊花賞の馬が3127、三着内率 46.2%、 これだけでいくと強いデータに思うんですけど、ここから、菊花賞の勝ち馬が2021、三着内率 80% でも2着以下は三着内率 25% なんですね、これここから抜いたら。で、今回の菊花賞の勝ち馬アスク・ビクター・モアがいないでいくと、この菊花賞のデータは強いとは言えないんじゃないかなって。で、逆に
前走海外 G1 組、まあ凱旋門賞が、2124、3着内率 55.6% で、個人的にはこっちの方が期待できるんじゃないかなと思います。まあどうしても海外輸送っていうのも、まあ馬の負担になるんで、なるんですけど、さっきの JRA G1 での実績やったりとか、そういうのを持った馬が凱旋門賞に基本的には行くんで、やっぱある程度力持ってる馬が、その馬が帰ってきてからこの国内で好走するっていうのが、まあ流れとしてはセオリーじゃないかなっていうふうに思ってます。で、これもちょっと触れとかないといけないんですけど、まあ小等数開催になった場合もあるので、あえてデータでは言いませんが、というより数字に出したら思ったより協力感がなくなっちゃったんで、まあ何がっていうと、要は枠なんですけど、ただね、過去20年で8枠が3着内率 10%、 7枠が 15% で、他の枠はだいたい 20-30% ぐらいなんですけど、って言ってもなんか微妙に思えるし、ってので、まあこのデータちょっとアバウトにあえてさせていただいて、先ほどの中山コースの特徴から、外の馬はどうしても外を振られちゃうんで、要は距離ロスが多い、ここの隊列が速くなった時に外の馬は外をずっと回ってこの隊列に入っていかないといけないんで、基本的には外枠は不利で、小回りなんで内目の枠の先行した馬が基本的には有利なんですよね。やっぱり外やとずっと外回り続けなあかんで、後ろ目の馬やと小回りで回ってきた時に最後こっから用意ドンってしても届かん場合があるんで、っていう中山コースの特徴から、内枠の方が有利、先行組の方が有利、これはやっぱり間違いないと思うんで、これはやっぱり頭に入れといた方がいいんじゃないかなと思います。以上が主な強力なデータです。個人的にまとめると、3-5歳の若い馬で今までで G1 という大きいレースに実績がある、前走人気を背負ったそこそこ以上の着順にいる、まあ負けても負けすぎてない、かつ外枠ではない後方からの競馬にならない勢いのある馬が好走するという感じかなと。出走する馬や枠順が決まったらもっと細かい予想をやっていきたいと思います。最後に、まあこれまでデータで予想するのが競馬って話をしてた中でちょっと反する内容になってしまうんですけど、有馬記念はその年の世相を占うとよく言われるんですね。例えば盛り上がった年でいきましょうか。2016年はアメリカ大統領トランプが就任した年で、トランプ馬券って言うて、1着が里のダイヤモンドダイヤ、2着が北サンブラックは、お母さんがシュガーハートでハートとか、その年の有馬記念プレゼンターが田中将大投手、あの楽天ので、その田中将大の誕生日は11月1日、1着の里のダイヤモンドが馬番11番、2着の北サンブラックが1番とかで、2016年の漢字が金やったことから3着ゴールドアクター、ちなみに去年は1着が10番エフフォーリア、2着が5番ディープボンド、その時言われたのが、レース前に国歌を歌ったまあ、つぐみまいさんという人が美人やとか綺麗すぎるって話題になったみたいなんですけど、その人の誕生日が10月5日、
1着エフフォーリアの馬番と2着ディープボンドの馬番やと、まあ、そんなのが毎年あると言われています。はい、お気づきですね。はっきり言ってただのこじつけです。ただそれが俺はあかんとは思いません。なぜならそれも予想方法の一つだからです。まあ、世の中には競馬を語る輩がたくさんいます。ただ一つ言えることは、ゴールしてみいひんとその予想が正しいのかどうかはわからないんです。100時間やった予想より結婚記念日で当たるのも競馬です。まあそういった側面もあるということを理解していただいて、競馬に比較的ラフに参加してみるのもいいんじゃないかなと思います。まあそういった考え方で遊ぶっていうのも、まあ、競馬の一つの楽しみの方法やと思うんで、まあ、皆さんも競馬新聞とかネットの出馬表を見て皆さんなりに何か見つけてみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ俺個人的にはエリザベス女王の話題から、まあエリザベス女王杯の勝ち馬がとか、ワールドカップの優勝国アルゼンチン共和国杯の勝ち馬がとか、あとねメッシー井上尚弥みたいなタイトルホルダーが活躍しましたねみたいな、まあ思いっきり言うてしまったやつありますけど、まあそんなんでどうでしょうか。はい、ということで以上となります。まあ、今回はいつもと違う形で一本作ってみたんですけど、まあ、かなり初歩的な部分もありましたけど、まあ、それでもいろんな人が少しでも参考になれば幸いです。で最後にお伝えしたいことは、まあ、普段競馬って何やろ、おじさんが喜んでやるものみたいなとこがまだ少し残ってる感はあるんですけど、まあ、そんなことはないと思うんですよね。ほんまに今はあの競馬場も綺麗やし、ちょっとしたなんかおしゃれなカフェもあったりしますしね。で、家でも気軽にできるようになってるんで、ほんまに節度を持ってやればめちゃくちゃスマートな遊びやないかなと俺は思ってるんですよ。まあそんな競馬っていう遊びをやり始めたり、ちょっと参加してみようかなっていうにはもってこいのレースやと思うんですよね。まあ、だってあんまり競馬の話題せえへんのに急に8レース目の当時特別やけどさ、みんなどうするん、買うん、何狙ってんの言うたらえってなるやん。まあ、それより有馬記念やるんすか、何狙ってんすかの方がまあまあ普通のこと言ってるっぽくなるしね。まあそれだけ大きなレースなんで、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうかと。ちなみに俺は毎週重賞メインに、レースの前には独自の考察ポイントを交えた予想動画を、そしてレースの後には回顧録としてレースの振り返りを配信してます。競馬をテーマに 100% 持論でほんまに自由に配信してますんで、まあ動画を見ていただいて、こいつ面白いなぁと思ったら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。皆さんの遊びという時間のひとときに、私の動画を見ていただければ幸いでございます。ほんまのほんまの最後に、今週は、またこの続きで、まあデータは紹介しましたので、まあ枠順、馬番が決まりましたら有馬記念最終の考察を上げていきたいと思います。ということでこれで失礼させていただきます。ご機嫌ありがとうございました。